どうも、中森大です。新しい一郎です。とりあえずね、今日のニュースはなかなかね、アグレッシブなニュース拾ってきましたよ、私。なんでしょう？1200人の村が起こした奇跡。お、中国で村バスケ人気爆発、背景にプロスポーツへの不信感。ほう、どういうことかと言いますと、どういうことですか？中国の田舎の少数民族が住む人口わずか1200人の台盤村ってのがありまして、はいはいはい、そこが村バスケで沸騰してるらしいんですよ、今。沸騰してるの？そうなんですよ。爆発的な人気を博してるってことで、村バスケ、通称村 BA っていう。村 BA？ NBA 文字って、はい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 、村に BA で村 BA があるらしいんですけど、もともとこの台盤村で1936年から、うん、あの祝日といわゆるレクレーション大会として始まったのが始ま、あの全てのスタートらしいんですけど、長いんだね。それがなんと2022年に SNS で大バズりっていう。バズったか。そうなんですよ。ほうほうほう。で、その時に初めて村 BA ってこ、まあ、愛称がついたんですって。もうまさにこれは村で行う NBA だみたいな話になって。ほうほうほう。で、そんな大会誰が参加できると思います？誰ができるか。ちゃんとね、出場するあの条件があるんですよね。出場できる条件が。で、それがあの農村部に暮らす戸籍がいるっていう。戸籍がいるの？そうなんですよ。で、学生、あ、選手はみんな学生とか農民や役場の人ばっかりねんって。はい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 。っていうなんかこう何ともニッチな感じというか、ローカル感というか手作り感満載のイベントといいますか。ね、で今では結局それで周辺の村まで巻き込んで、うん、全247チーム出てるんですよ。そんなにいるの？そうなんですよ。あの初代ポケモンの数より多いんですよ。チームの数がまず100匹ぐらい。そうなの。金銀の図鑑ぐらいですねこれ。はいはいはい。で、あの最後決勝戦監修何人来たと思います？何人？2万人。すっごい来てんじゃん。1200人の村に。で、あの、うん、これを2週間かけて戦うイベントになってまして、はいはいはい、あの決勝ではそれくらい集まるぐらいの本当立ち見席だらけって言えばいいのかな。すごい、ね、すごいイベントなんですよ、うん。で、ちなみにこれまた魅力的なのは、はいはい、完全なアマチュア大会なんですよ。あ、そうなんだ。これどういうことかというと、うん、観戦も無料で、はいはいはい、スポンサーがついてないんですよね。へえ。で、広告的なものが全くないみたいな。あらら。あの、なんかテニスの大会でもさ、うん、時計のとこ絶対ロレックスとかなっとるやん。ありますね。とか、あと F1 の車とかもさ、はいはい、至る所なんかバーンなっとるやん。あれが全くないで、ね、だから日本人に分かりやすいけど、 J リーグのユニフォームとかそうじゃないですか。ああ、そうだね。会社の名前。そう、会社の名前じゃないですか。ビッセル神戸なのか楽天実業団なのか分からんみたいなとこあるじゃないですか。あ、分かる分かる。 J リーグのチームってっていうところが全くないっていう。これすなわち何が残るかって話ですよ。もう何ですか？純粋なバスケの愛ですよね。バスケの愛？もう愛しかない大会らしいんですよ、これ。おうおうおう。で、実際本当大げさじゃなくて、うん、人気の理由がまさにそこらしいんですよね。どういうこと？金の匂いがしないことっていう。はいはいはい、はい。なんかたまたま近年中国のそのプロスポーツ系が、言ったらこう、お金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 ってなりすぎてる風潮みたいなのがどうかと思う部分が出てきたりとか、はい、なんかそんな中で代表監督の人がなんか不祥事を起こしたりとかで、うんうんうん、なんかプロスポーツそのものに対してちょっと一般人のなんかうわって思う部分が多かったらしいんですよ。へぇ、ちょっと離れみたいな。そうそうそう。で、実際サッカーに関して言うならば、うん、ヨーロッパのサッカーとかなんでも、ちょっと言い方本当に悪いですけど、はいはい、あれ、札束の殴り合いなんで、札束の殴り合い。そうなんですよ。もうあのブンデスリーガとかもそうですけど、うん、優勝するチームは各あのリーグも決まっちゃってるような状態っていうか。へえ。金で決まると。アメリカのスポーツの上手いところってやっぱそこですよね、うん。ドラフトっていう概念があるって。はい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 、はい。戦力が均衡されるようになるっていうか。うーん、だからあのいくらお金積んだっていきなり有望なやつ全部引っ張ってくることができないわけなんですよね。はいはい、ああ、そうかそうか。だから毎年どこが NBA も、NFL も NBA もか、うん、MLB もか、はい、全部どこがワールドシリーズで優勝できるか分からないっていう、そのワクワク、あの緊迫した戦いを提供してるのがアメスポなんですけど、はいはい、それに一回ヨーロッパサッカーっていうのはもう完全に、はいはい、うん、本当にお札束でのパン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 っていうのが結構やっぱ強いので集まるわけだ。そうそうそう。だからそういう、はいはいはい、で中国でも当然近年サッカーがすごい人気あったってのはあったんですけど、それの弊害としてそういう部分が見え隠れしてるのがどうなんだそれってなってたらしいんですよね。へえ。で、そこに対してのカウンターカルチャーになっちゃったっていう。計らずとも。はいはいはい、マジでバスケがやりたいんですと。三井くんしかいない。スラダンだね。そう、あの髪の毛長い時の最後の三井久志しかいないバスケ大会ってなったらみんな見たくないですか？そりゃと気になりますな。そう、中途半端なプロスポーツより絶対面白くないですか？そう、そりゃそうなるわ。で、名誉だけをあの競って戦うようなもんですからね。はいはいはい、はい、だから一応ハーフタイムショーとかもちゃんとあるんですよ。え、あるの？そう。何やんの？ NFL とかだったらスーパーボールって毎年さ、うん、ハーフタイムショーが誰かってすっごい有名な、あの話題になるじゃないですか。あ、そうだね。この前だったんなら、あの、うん、ドクタードレヒいるスヌープドッグ、エミネムみたいな、はい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 、古くはマイケル・ジャクソンさんですよね。ああ、有名ですね。あのゴールドのこうなんかクロスになってるようなあの格好でわーとかあったじゃないですか。結構よく見ますね。グラビエ違うんですよ。なんすか？少数民族による歌と踊りなんですよ。そこもローカルなんですよ。すごいね。それがまた素朴でいいっていうね。へー。三井久志が、みんな試合してる中、泣きながら、はいはいはい、俺はなんて無駄な時間をってなりながら、はいはいはい、バスケがしたいんですってなって、そうそう、あの頃の君を今超えてるよってなってる中、はいはいはい、春子ちゃんとかが踊ってるぐらいのノリなんですよ。チアリーディングしてくれてるわけと。逆にたまらないみたいなのがあるじゃないですか。はいはいはい、で、名誉を求めて勝ち上がった、
大会なんですけれども、うんうん、一応最後にやっぱり賞品はできるあるんですよね。あ、賞品があるの？そう、お金の匂いがしない大会の賞品って何だと思いますか？全然見当つかないけど。1位が豚の丸焼き。おお。2位が羊の丸焼き。おお。3位が鶏の丸焼き。全部丸焼きだ。そうなんですよ。村イコールみたいなイメージなんですかね。なんか基本的に食料なんですかね、やっぱり。でこの感じもいいっすよね。だから優勝チームとか僕は知らないですけど、もしかしたらその後 SNS とかでさ、うん、みんなでそれ食べてるシーンとかアップするんじゃないですかね。勝ち取ったぜみたいな感じで。豚の丸焼きは。なんかこう田舎の収穫祭的な牧歌的なイベントにも感じますよね。こうなると。はいはいはい、お祭りっぽい感じだね。だから村 BA って本当になんか全体的にひっくるめてうまくパッケージング本当できてるんだなと思って。へ、うん、俺だからこれ商品とかの絶妙なラインは俺すげえいいセンスだと本当に思いました。確かに絶妙っす。そうそう、中途半端なお金とかさ、はい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 、地域振興券とかさ、はい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 、なんかわかんないですけど。あ、なんかありそうだね。そうそう、そんなんじゃなくてっていうか、はいはいはい、ここはもうかっこよく豚の丸焼きでしょっていうね。まあ、ちゃんと焼かれた状態で出されてきてた、ね、男らしい、ね、そうなんですよ、はいはい、でさらにこれ、うん、金が匂いはしないと言いますけれども、あの実は村おこしになってないとは言ってないんですよね。おうおうおう、そうなんですよ、さっき言いましたよ、1200人の村に決勝2万人集まったって、はい、もう言いましたね。これね、2週間の間にとんでもない量の人が訪れちゃったせいで、はい、経済効果が凄まじいと。おうおう、いちなみにこの村に対しての村 BA 目的の旅行者の数が延べ300万人らしいんですよ。すごくないそれ本当に。日本円にして経済効果800億円。800億円。もうなんか村 BA とか言ってますけど、フジロックより規模でかいっていうね。日本のでっかいイベントよりも、そうそうそう、野外イベントよりもでかいっていうのはすごくないですか。でさらにいいと思ったのがさっきさ、うん、この田舎の農村に戸籍がある人じゃないと出られないって言ったじゃないですか、うん、言ってたね。で、うん、つまりその中で参加できる人ってやっぱ学生とか農民さんとか役場の人ってさっき言ったじゃないですか、うん、これどういうことだと思います。どういうこと。ど田舎の農村なのにさ、うん、バスケで地域貢献できるってすごくないですか、うん、あ、はい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 、村のためというかね、そう、村のためにバスケに情熱捧ぐことによって、それによって実利的な効果も村に見込めているっていう、はいはいはい、これ素晴らしくないですか。いや確かにね、自分が儲かるプロスポーツとは全く違う感じで言えば、はいはいはい、村のために俺戦ってんだ、 俺らが村の代表だぜって感じ。これは確かにみんな応援しますよね。まあ確かにね、それはね。でこの後結局あまりの盛り上がりに対して、うんうん、まあ、中国共産党が中国政府がとっと介入してしまって、介入した村バスケを中国全土で開催して全国大会まで開くこと決めちゃったらしいんですよね。決めちゃったんだ、まあ、若干これに関しては賛否両論かもしれないですよ。僕は正直小学6年生ぐらいの時に仲良しメンバーでクラスの隅で遊んどったところを先生に見つかって、眺めにそれちょっと面白そうやなみたいな、うんうん、今度学年のレクエーション大会にしようよって言われた時の薄ら寒さを若干感じるというか。あるね、それね。そう、大人入ってくると冷めるんやけどこれみたいな。オフィシャルにされると冷めるんやけどこれみたいな。そんな大きくする気はない。そうそうそう、でちょっと大きなレクレーションになった時に最初に俺たち飽きてるみたいな感じっていうか、そういうのが思ったからどっちなのかって感じですけれど、うん、でもあの政府からの通知の内容もすごく良くて、うん、各地の、地域文化との融合、農産物の展示会など魅力発信もしっかり行うようにっていう。へー、密着型で。そう、村、あの国主導で村おこしのイベントにしてしまおうっていう、この村バスケ自体をね、もうしっかりね、そうそう、ちゃんとやろうっていう感じなんで、はいはいはい、まあ、ここに関してはすごい本話がしますよね。ああそうだね、基本的になんかどっちかというと中国ってやっぱトップダウンでさ、はい、お上の言うことは絶対みたいなイメージありますけど、ああります、ね、こういうお上の言うことやったんならまあまあやったろかってなりそうですよね。そうだね、みんなで頑張ろうみたいなね、っていう感じで。ちなみになんで僕今回こんなスラムダンクごちゃごちゃ言っとったかと言いますと僕がスラムダンク好きな理由ってまさにここなんですよ。どこ。あのね、うん、当時さ、スラムダンク連載時の日本、90年代じゃないですか。はいはいはい。プロがなかったんですよ。B リーグがなかった。あ、バスケには。うん、はいはいはい。で、NBA に日本人が行くのって現実的じゃなかったでしょ。うん、まあまあ。そうなんですよ。ね、実は、あの、山王戦とかって、うん、なんかさ、今目の前の戦いに勝つっていう名誉しかなかったと思うんですよ、基本。まあ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 、そんな意地のぶつかり合い、ね、それは例えばあのゴリだったり、三井だったりとかは、うん、大学進学っていうなんかこう実利的なものっていうのが脳裏によぎったかもしれないけど、はいはいはい、それはちょっとそれはそれな部分で置いといてね、今俺がこの好きなスポーツでこいつらに負けたくないだけでやってるっていうか、はい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 、そこになんか変な話、あの金銭的なメリットはないじゃないですか、アマチュアスポーツの良さって。あそこに金は出てこなかった、ね、そう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 。でオリンピックとかってさ、一応あれアマチュアスポーツの祭典と言われてますけど、やっぱ優勝、はい、そしたら賞金出るじゃないですか。ああ、国の方から報奨金出るじゃないですか。そうですね。はいはいはい。そういう話でもないじゃないですか、学生のアマチュアスポーツって。そりゃそうだ。で甲子園になるとちょっと話別なんですよね。もうあそこで活躍するとプロっていうのが見えてくるじゃないですか。ああ確かに。でそこに繋がる一個の道に見えちゃう部分があるから一概にも言えないっていうか、ある意味あの甲子園って、うん、未来のスター選手の日本一みたいなのがあるじゃないですか。はいはい、あ、まあ発掘状態、ね。そうそうそう、はいはいはい、そういう部分は側面どうしてもあると思うんですけど、はいはい、なんかスラムダンクの底ってそれもないイメージっていうか。ああそうね、プロっていうのもないわけだから、ね。そう、ただただ好きなスポーツでこいつに負けたくない、ね、理由は負けたくないからだって感じ。はい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 、わかりやすいね。でそれが僕すごい好きで。はい、
ラムダンクは僕そういうところが好きなんで、うん、だからこれはちょっと反感買う僕に反感持つ方もいらっしゃるかもしれないですけど、うん、僕は、うん、ストッパーブス島よりスラムダンクの方が好きなんですよね、はい、またストッパーブス島懐かしいけどねあのグラゼニよりスラムダンクの方が好きなんですよ、はい、やっぱり僕はやっぱ好きなのね。そうなんですよ、どっちでもやっぱそっちが好きになっちゃうっていうか、はい、実際さなんかこの前とか WBC でもさ、うんうん、なんかあのいろんな各国のプロ選手メジャーリーガーとかいっぱい出てましたけど、出てました、ね、少年のようにさ、うん、わーってなっちゃってて、あのアメリカ代表のトラウトなんて、マイク・トラウトさんなんていう人は結構あのメジャーだったんだからマシーンって言われちゃってるよな。マシーン、こう感情を表に見せずに淡々とすごい成績を残し続けるっていうので、異名がもうマシーンみたいな方なんですよ、はいはい、であの人がもう本当に少年のようにわーってなってさ、こうなんかなんていうの、名誉のために頑張って国のために自分たちが勝ちたいがために頑張るみたいな感じで結構感動的だったじゃないですか、はいはいはい、でそれに対して実際トラウトさんとかもやっぱ子供のようにこう夢中になって、勝利、みんなで勝利を勝ちに行くっていうのにすごい楽しかったみたいな、エキサイティングだったみたいなこと言ってたんですけど、これやっぱさ裏返しとして考えられるのってさ、やっぱりプロ野球選手ってさ、うん、もうさ、うん、勝つためだけにはやってないんやな勝てかやれないんでしょうね。あーはーはーはー、目の前の試合に勝つためだけにプレーはしてないってことなんでしょうね、うん、WBC でわーって慣れちゃうってこと、はい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 、いろんな兼ね合いだったりとか、そうだ、変な話ここの打席で打てなきゃ、まあ、例えばこれプロの燃えるドラマとしては、うん、家族を養うために絶対あれは活躍するとってのは、うんうん、なんかこう学生スポーツにはない魅力ではあるかもしれないですけど、まあまあそうだね、やっぱそういうしがらみもあれば、うん、なんかスポンサー絡みのしがらみだったりとか、はいはい、一挙手一投足を見られてしまうストレスだったりとかひっくるめると、ただのそのスポーツだとはちょっと一線隠してきますよね、やっぱりプロになってしまうと、うんうん、まあそこはいろいろ出てくるんだろうね、うん、でもやっぱそういう選手でもああいう WBC とかの言ったら名誉的な大会じゃないですか、はいはい、そうです、ああいうのに出た時にすっごい燃えるってことはやっぱもう純粋に勝つために何かをやるっていうのはやっぱ燃えることやし、うんはいはい、見てる方もその熱意に純度が高い情熱にリスペクトと、はい、あの拍手を送りたくなるんじゃないのかなって思うんですよね、はい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 、だからなんか僕これ全然話また飛ぶんですけど、うん、最後にちょっと言いたいのが、Gリーグってしんちゃんあんまり詳しくないですよね。あ、詳しくない。J リーグって今 J3 とかまであるんですけど。あ、まあ聞いたことある。J1、J2、J3 みたいな。はいはいはい、J3 まで行くと、うん、選手の中に、プロ契約の選手もいれば、うんうん、アマチュアの状態の人も入り混じっている、半分プロ半分アマチュアみたいな部分だったりとかしてるんですけど。そうなんだ。そうだから J リーグってプロリーグみたいな感じでパッケージしちゃってるせいで、はいはい、なんかさ、うん、すごくしょぼいプロってイメージになっちゃいません。まあまあまあそういう言われちゃう、ね、そういうパッケージングにしちゃってるせいでですからね、仕方がないじゃないですか。実際 J1 のトップと比べたら J3 の下部の人たちなんで、それ、うん、下手な人が多くなってしまう、レベルが低くなるのは当然なので、はいはいはい、でなんかさあんな形でさ、うん、無理やりさ全国に裾野を広げて、うん、よくわからない J リーグチームみたいなのを各地に作りまくるぐらいだったんだらさ、うん、J リーグっていうトップのリーグを作ったのとは別で完全に草の根リーグっていう今回の村バスケみたいなやつ作れなかったのかね。はい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 、で、まあ、当時 J リーグが輸入した時って、各都道府県各町に一つ絶対チームがあって、そのチームを村人があの町民が応援してるっていうヨーロッパのサッカーのスタイルを、日本に持ち込もうと思ったっていうのがそもそもあったんですよね。だからチームをそもそも増やそうっていうのはなんか構想としてあったらしいんですけど、はいはいはい、であの頃 SNS も何もなかったから、うん、こういう村バスケのバズり方っていうのは想定できなかったんですけど、うん、今一周回って考えるとさ、はいはい、逆にその J リーグっていうのに対してして村サッカーみたいなのがあっても、うん、それはそれでニッチなところちょっと面白くなったんじゃないのかなっていう。あ、まあね、それはね、うん、で、うん、最終的にそれが僕的にはですけど、うん、あの、はい、アナザーストーリーのオリンピックとかに繋がったらどうかなと。オリンピックってやっぱりアマチュアの祭典とはいえやっぱりお金がいっぱい動くさ、はい、あ、そうっすっごい大きなイベントじゃないですか。あ、そらそうだ。一応単一の大会の経済規模でいうとサッカーのワールドカップが一番高いんですけど、うん、あ、そうなん、2位が夏季オリンピックらしいですからね。へえ、そうなんだ。でそんな規模じゃないですか。だからもっと違う、村オリンピックをやればいいんじゃないかと最終的にはっていう利益度外視、そうそう、各地の村の精鋭たちがはい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 、はい、お前は何なんだと、俺は教師だみたいな、はいはい、俺は消防士だみたいなやつらがバスケで勝負だって言った感じちょっとドラマを感じる、ね、ドラマを感じるのが僕は結構好きだなと思ったんですけど、うん、皆さんはこのニュースどう思われますでしょうかってところで、じゃあお疲れっす。お疲れっす。